どうも、うちの親父35さんぎちゃんです。今日はね、五戸にある、五戸ちょっとイントネーション未だに分かんないんだけど、尾形っていうね、馬肉屋さんで馬刺し買ってきたんで、ちょっとそれを今日は食べようと思います。昨日買ってきたやつで、若干ね、鮮度が落ちてるかもしれないけど、ちょっと今から開けてみようと思います。買ったの馬刺し 100g。 開けますか。 100g の馬刺し、よいしょ。ほうほう、これは100g って結構多いね。こう見ると、あ、うまそうだ。なんという、これをね、食べようと思います。ちなみにこれはなんと、100g でお値段1300円ぐらい高いで、これ現地でタレ付きでもう食べてきたの、実は食べてあって、でこのね、タレがめっちゃ美味しかったの。バリバリくんとかっていう、まあ名前はなんだって感じがするんだけど、これね、馬刺しの漬けだれとしてめっちゃ美味しい。まあ主な成分は味噌、醤油などなど、まあニンニクとかいろいろ入ってる。これで食べようと思います。まずはなんか暗いな、急に。やっぱこれだと眩しすぎるね。今日めっちゃ天気いいな。まずはこのバリバリくんのタレ、これぐらいで十分だよね、多分ね。このタレがね、めっちゃうまい。でこれが1パックでいくらかな、480円ぐらいした気がする。これめっちゃうまいんだよな、このタレがうまい。まあ一つずつちょっと馬刺しをいただきますか。 100g、これで1300円ほど。なんていうか、こうマグロの赤身のようなね、馬刺し、これがうまいんだが、さあ早速食べますか。このね、このタレに、ちょっとつけていただきます。うまい。なんだろう、全然ね、臭みがなく、良質なタンパク質を食べてるって感じがする、この赤身の。いろいろあって、ちょっと今ヘルシーをかけてるわ。いろいろあってさ、もっと油が乗ったやつとか、サシのやつとか、ロースとかもあったんだけど、これ赤身が一番好きだから、こういうの。これうまいなぁ。で普段さ、今までも静岡とかでも馬刺して食べることがあって、まあまあそれはそれで美味しかったんだけど、それよりもやっぱね、こう、まあ多分厚切りにしてあるのと、すごい、なんだろう、やっぱ新鮮だね。その水分量がすごい多い気がする。あとこのタレがうまい、何より。これこのタレすごいと思う。なんか絶妙な味加減なんだよね、多分。尾形の、まあ肉はうまいんだけど、ここを支えてるのはタレだね。かなりちゃんと土台支えてる。ちょっと取ってくるわ。取ってきたのは鍋パックです。いつもの鍋パ、野菜足りないからね。だからまあうなぎしかり、なんだろう、まあうなぎ、まあうなぎはその代表だけど、やっぱタレうまいとうまいよね。あとエビフライのタルタルソースしかり。これ本来はこれね、馬刺し8人前のやつなの。だけどこれは普通に焼肉のタレとしてもうまいし、多分だけど、これご飯かけて食べてうまい。すげえ貧乏発想を俺すぐしちゃうんだけど、多分間違いなくこれはご飯で直接タレで食ってうまい、そういう一品だね。まあ、昔エバラ焼肉のタレ黄金の味ってやつがあって、それもなんかご飯で食ってた気がするけど、それに近しい。多分これかなり味噌が多いね、味噌ベースだよね。原材料を見ると味噌が一番入ってるわ。馬肉なるものなあ、まあさすがにちょっと値がねだからね、毎日は食べられないんだけど、
たまに食べるんだったらいいね。多分これアルコールもこれ入ってんじゃねえか、飛んでねえのが入ってる気がするな。超高タンパク低脂質だと思われます。ちなみにまだ鍋用の馬肉も買ってあって、それは近々またやります。鍋も食べたけどうまかったな。なんだろう、鍋も具材が白菜じゃなくてキャベツなんだよね。だからもつ鍋に多分近いんだよね、入れ方が。どうだろうこれ、酒で飲んで、ああ酒のつまみにもいいな。酒のつまみでもこれ抜群だと思うわ。うん、よく昔食べた時はそのニンニクとか生姜を一緒に食べるみたいな、なんか臭み消しながら食べるみたいな印象だったけど、なんか臭みが本当にない。うん、よくできてるわ。あとこの赤身以外にたてがみっていう部分も食べて、なんかすごい脂肪が多いところ、真っ白の馬刺しなんだけど、たてがみもまた美味しかったな。まあ、メインで食べるのはもちろん多分こっちの赤身の馬刺しなんだけど、ん？たてがみもいけました。まあ、たまにはね、たまにはこういう贅沢もありなんですよ。ほんとペロリといっちゃうな。よかった、でも100でよかった。ご飯飛んじゃった。100でよかったね。やっぱ200はやりすぎ。前にヒラメ食べて、300g のヒラメの刺身食べてるときに、これ多いなって思ったから、ちょっと学んだ。うん。うまいなぁ。研究に研究を重ねて作ったタレって感じするわ。もしくは代々、もう秘伝のタレなんだろうな。これがうまい。タレめっちゃ推してるわ、俺。馬肉はうまい、馬肉はうまいし、まあうまいけどタレがうまい。今回のまだほんのこんだけしか使ってないからね、タレまだこれだけ残ってるのはもう何に使おうかな。焼肉のタレにしてもいいし、なんでもいけると思う、このタレ。これうまい。うん、最近あんま味噌ベースのタレって食べてなかったから新鮮だわ。これはどうだろう、お土産で売ってんのかな、通販で売ってんだろうな。まあ馬肉は高いけど、あでもタレも高いか。まあそうだな、普通のタレに比べてだいぶ高いけど、見た目以上にね、これね、量はそんな多くないけど味濃いんで結構楽しめると思います。うん、味は濃い。食べちゃった。タレちょっと残ったんで、ご飯をここに入れてご飯とタレで食べよう。まあ、こういうね、邪道スタイルもいける。絶対いける。俺はこれまだ、これは店ではさすがにちょっとやりづらいからやってないけど、家ではできる。これは美味しいはず。うまい。あーこれ米の飯進むな。こういうために開発されたものじゃないっていうのは分かるけど、これは米の飯進むわ。あーうまっ。やっぱ味濃いな、やっぱり。まあこれいろんな用途に使っていこうと思います。4月2日まで、まあ、結構まだ持つんで行こうと思います。よかったね。まあ、あとは鍋パック食べて。これもニンニク生姜たっぷりだから、ニンニク生姜ばっかだな、食ってんの。
俺の鍋パックも負けてないね俺の鍋パックも負けてない。ごちそうさまでした。うまいね。あ、ちなみに今日半袖な理由は今までちょっと筋トレやってたからだわ。ちょっと筋トレやってて今半袖になってます。だいぶ食べてきたね、もっといろいろ食べるものあると思うけど、春来てね、もっと遠くまで行けるようになったら、遠くにまで出てね、うまいもの食べようと思います。最近の楽しみはうまいものを、そうだな、うまいものを食べようと思います。それじゃあ皆さん元気で、ほなまた。